Life is Art を入れた理由は、ずっと15歳か16歳ぐらいの時からグラフィティをずっとやっていて、ほんで、で日本でずっとやっていて、こうヒップホップとかスケボーすごい好きだったんで、アメリカに行ってみようと思って、でアメリカに来て、でニューヨークに2005年の時にアートバトルで優勝して、ニューヨークで活躍することができたら、こうアートで食っていけるんだろうなと思って、でもそれをもうそれから逃げないようにするためにも、こうライフイズアートって言って、2つ前ぐらいからずっとこうライフペインズやってたんですけど、その時にこう俺の絵を見てこう絵を始めてくれたりとか、こう絵に興味持ってくれたりとか、そう、あと俺の絵見て泣いてくれたりとか、なんかライフペイント見て結婚してくれたやつとかもいて、ほんで本当にそうやってなんかライフとアートがこうイコールだったんですので、こうライフイズアートっていうので、もっとこうライフペイントやってて、でそんな時にやっぱアートバトルで買ってこうバチコーンって入れたって感じです。それから2005年から6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、8年8年経って、その間ずっと絵を描いて、ニューヨークで絵描いてて、でその間にやっぱりこうグリーンカードっていう、そのアメリカ永住権を欲しくて頑張ってずっと絵描いてたんですけど、でなかなか取れなくて、やっと8年経ってやっと取れて、でその時にこうやっとアメリカへのこう夢への切符を手に入れることができたんだなって、やっと本当スタートラインに立って、でこれはもう本当に俺にとってはもうアートですライフだな、夢へのチケットもアートでこうライフに変えれるみたいなので、アートイズライフ、ライフイズアート、アートイズライフ、アイドントカムフラッシュ。